2022年お疲れ様でした。よし、毎年恒例忘年会でーす。イエーイ、イエーイ。毎年上げてる忘年会動画ですよ。今年はどんな1年でしたかというね。懺悔、確か2021年の年末に2022年の目標は確か死なないみたいな、生き残るみたいな、すごいなんかあれなことを言ってて、サバイブでしたね。サバイブなこと言ってて、今年もすごそうですよね。目標達成じゃないですかこれもうそうですね、有言実行だ私。そうですね。今年ちなみに救急車何回乗ったんですか。1回だそれはあり。普段と比べて多いの少ないのどっち。少ない。おー、1回だ、やった。いや、今までだったら救急車を呼ばれるような状況でも救急車が来なくなったっていう1回かもしれない。そういうことかもしれないですね。あれ、ひらきさん目標何にしてましたっけ。ねえ、忘れちゃった。俺も忘れちゃったよ。あんま気にせずね、普通に生活しちゃったよね。うん、そうだね。意味ないじゃないですか、目標の。こういう時はさ、目標の動画振り返ってさ、あ、こういう目標だったなって下調べしてから来るんだけど、下調べしてないっていうね。ノリでつけちゃったからね。まあでも、どうでした ?1 年振り返ってみて、ひらぎさん、2022年。俺はね、継続の1年だったなっていう。なあ、そうっすね。ポケモンの動画を継続して1年間上げ続けたっていう。おお、うん、今もポケモンずっと頑張ってたっすか。ずっとだよ。ずっとポケモンを、あと荒野行動とポケモンの二足のわらじでずっとやってたね。そう、今年はガチ継続の1年ですね、それは。いや別になんか飛躍ではないんだけど、自分の底力というか、そういうのをつける1年だったかなと。まあ、でもなんか俺最近の YouTube 見てても、飛躍しなくても現状維持できてるだけでも今の YouTube って同じっすよマジで。ああ、なるほどね。そう思う。確かにそうかもな。なんか結構 YouTube も年々参入者も多いし、リスナーも分散するし、なかなか俺らがコールオブデューティーをやり始めた頃とだいぶ環境変わったなっていう気がしますね。いや全然違うっすよ。だってさ、コムドットが登録者の伸びが悪いっつって煽られて今大炎上じゃないですか。そう、今そのレペゼンの皆さんとコムドットの皆さんがバチバチにやり合ってるじゃん。このままだとお前400万人いかねえぞみたいなとかってなってたり、バンユンとかがさ、登録者とか再生数が落ちたからっつって方向転換したけど、やっぱこれは私たちのやりたいことじゃなかったんで活動休止しますとか、もうとんでもない時代すぎて。そうだね、確かに YouTube 自体波乱ですよね、なんかね。だってバンユンとかだって2年前か3年前の当時日本で一番伸びたチャンネルだよ。諸行無常。本当だよ。だから現状維持がどれだけきついかこの業界って思います最近。はい。その中で現状維持してる柊木さんはやっぱすごいのでは。そうなんですよ。だから別に飛躍じゃなくても、なんなら維持できてるだけでもすごい世界だなって。おかげさまでマジで1年間寡黙に YouTube やってたな今年は。マジで偉い。でも真面目でしたよね。なんか配信とかめっちゃやるし、うん、いや一回初心に帰んないとダメだなって思ったんよね。なんか一度初心に帰ってやり直そうみたいな気持ちになって、一からポケモンをずっとやってきたね今年はね。じゃあ結果的にじゃあ100点満点だと今年何点でした、ひらぎさん。今年っすか。たまに動画投稿、毎日投稿サボるときあったんで、まあそれでも90点はありますね。おお、いい年じゃないですか。逆にたまに以外は本当に毎日投稿してたんですね。毎日投稿となんかできないときは生放送やるみたいな。えらー。でもなんか夏休みとかだれんだよな、なんかちょっと。まあ長いからね。ああ、そうか。長いし、中だるみする、新作あと半年すりゃ出るしなとかって思うとね。そう。わかるわ。うん、いいかなみたいな。まあそれでも全然頑張れたんで。OK でしょ、今年は。えらい。じゃあ、パッサンはどうなんですか。パッサンは。パッサンはいや良かったんじゃないですかね、うん、別に特になんか悪いことも起きず、普通に1年健康に楽しく過ごせましたって感じで、まあポケモンカード始めてポケモンカードどっぱまりして、でちょうどね今週全国大会もあって、でそのために京都まで行くんですけど。え、そうなんですか。あ、そうなんですよ、俺今週末京都にいます。そうなんですよ、まあそれぐらい熱くなれるものが見つかったんで、仕事してない時は基本ポケモンカードしてるか筋トレしてるかって感じだから、まあすごいなんか有意義な講師ともに充実してたのが、うん、いい生活してましたね。なんかマジでおっぱしさん老後みたい。やめろその言い方。やめろって老後は。
羨ましいな、私の目指す世界がそこにあるな。だって精神の上下もないわけですよね、あんまり。え、まあないよ。いいな。なんかおばさんの臓器1個提供してもらったら、なんかおばさんのね、なんか性格になれるかもしれない。すごいスピった話し始めたじゃん。え、でもなんか柊木先生も、私ちょくちょくこう辛くなってるのかな今みたいな時あったと思うんですけど、今まで柊木さんが辛そうにしてる時は、俺何やっていいか分かんないっていう状況の時に見えるわ。でも今の柊木さんは何をやるべきかっていうのはっきりと方向性が分かってるから、うん、なるほど、ね、あとは愚直にやるのみっていう侍みたいな人だから、この人は。そう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 、いや、なんかやることがあるっていうのが割とね、あ、何もやることないって本当に虚無になりますよね、うん、虚無でネットフリックス見てる時が一番きち。あ、やることないからネットフリ見て、見たいアニメもないけどなんか見たくなるアニメないかなって見てる時が一番虚しい。そうそうそう、転生したらスライムだったけん3回目だけどもう1回最初から見るかみたいな。一番きついマジで。わかるわ。私もなんか趣味ね、なんかおすすめないっすか、うん、お前一番多趣味だったのにどうしたの。そうだよ、なんか精神病だってから全てがおかしい。パンチが強い、お前の言葉のパンチが強すぎる。一応やっぱりこう精神が上下しすぎないようにお薬を飲むじゃないですか、はい、はいはいはい、楽しくなくなるんですよね。下がんないけど上がりもしないんだ。そう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 、世界の色が薄くなっていく感じ。いいね、今現実がセピア色に見えてんの。そう、でも今地獄の豪華に焼かれてる最中なんで、私今ね、生活が大変な、まあ大変な、まあ、休んでたつけがね。そうです、今しわ寄せが来てるんで、ちょっと今は地獄の豪華に焼かれてますけど、まあ生活に彩りが必要だな、それは。うん、まあ、今年の1年そうでしたね、私はそんな感じだったのかもしれない。ザンゲさん100点満点で今年何点でした。20点。当たってんやん。今年1年分もう一回補修でやり直させてくんないかな。いや、2022年リスタート。いや、そこをちゃんと2023でやるんですよ。そうそうそう、ああ、なるほどね。そう、だってほら、懺悔年取んないじゃん。ああ、まあ一応そういう感じでサザエさん方式でやってます。そう、サザエさん方式じゃん、また22歳が始まるみたいな感じでしょ。そう、そう、じゃあ大丈夫か。だよだよ、ごさごさ。忘年会っぽい話して。忘年会。懺悔、今年一番楽しかったのなーに。一番楽しかったの、うん、久しぶりに救急車乗ったことかな。働くブーブー。ブーブーに乗れたんだ。働くブーブーに乗れたんだね。すごいね。あ、タイアップの動画で海行った。おお、仕事なんよな、それ。それ仕事なんだよな。でも本当にちょっと待ってください、はい、今年一年で一番私嬉しかったな、楽しかったなって思ったのは、ああ、つい先日にあったオフ会ですね。おお、マジでリスナーのみんなに直接会ったのが2年ぶりくらいなんですけど、はいはいはい、こんなにリスナーに会うと元気出るのかって思いました。いいやつよ。え、マジで。いや、リスナーさんがいい人だから私もこういういい気持ちになれるんですよ、うん、どうしたの急に、なんかヒカキンさんみたいに。今度あれ狙ってるもんして。本当にそう思った。今年の良かったことそれかな。私おっぱいさんが今年一番楽しかったこと当てますわ。はい、外科の大会で優勝したこと。まあどうだろうな、全く思いつかないな。平穏すぎたんじゃないですか。平穏っすね。ね、毎日が穏やかな幸せに満ちてたのかもしれない。そうだよ。はぁ、はぁ、はい。聞いてそれ。毎日がほんのり辛い。ほんのり辛い。ささやかな苦しみ。でも私は自分の目標を一個達成できたから、それは自分褒めてあげたいですよ。今年、去年は私未遂をしてしまいましたけど、今年は未遂をするつもりは一切なかったですからね。ちょ、ごめん、笑っちゃいけないのに、ごめん、笑っちゃった。何言ってんだこの人って思ってちゃった。するつもりはなかったけどしちゃっただけで、恋か過失かっていう話をし始めると思わなくて、すいません、笑っちゃいけないのに笑ってしまいました。失礼いたしました。するつもりはなかったけど、たまたま命に関わるようなことがあっただけで、あ、まあ、うん、交通事故であると、懺悔にとって。あ、そう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 、もらい事故みたいなもんで、はいはいはい、あ、なるほどですね。ちょっとそれ進歩じゃないですか。そう、偉い。だって自分褒めてあげることこれくらいしか見つかないだろう。すごいね。
ね、ヒイラギ先生も私もだからそうやって成長して、おばしさんは毎年通り素敵に生きてる日々をこの間あまりにも暇すぎて猫カフェ行ったんですよ。いいなって思いました、こういうので、なんかその猫カフェ行ったら、なんかインフルエンサーでなんかフォロワー1万人以上いるんだったらなんか無料にしますよみたいな、宣伝してくれるならみたいなのを、アンバサダーね、そうアンバサダーのやつをやってて、これ応募しようかなと思って、そしたらなんだ、俺毎日無料で猫カフェ来ていいんかって。俺が毎日猫カフェ行ってさ、インスタにストーリー上げるようになったらクソおもろくない？めっちゃおもろいそれ、普通に。あ、こいつマジでおじいちゃんになったんだなって。でもね、猫カフェにいるときに真っ先に思ったのが、でも猫カフェでポケカやってたら猫にカード荒らされるんだよなって なんでなんだよ。やっぱポケカが生活の中心になってるじゃないですか。それはそうなんですよ。あ、そうだ、今年1年私ゲーム上手くなったっすか、どうっすか。いや、ちょっと何言ってるのか分かんない。あ、下にいる。ユキ、1人カット。あとラストワン、ラストワン。おあ、なんか終わっちゃった。お、終わっちゃった。はい、ということでね、はい、今年も1年、みんな最高の年だったということで、はい、最高だぜ。2023年はもっといい年にしましょうということで、はい、まあ、次回の動画ではね、来年の抱負なんかも話しながら動画撮れればなと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。